マウロ・マティアス・サラテリーガは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス出身のサッカー選手。ボカ・ジュニアーズ所属。ポジションはフォワード。母国アルゼンチンの CA、ベレス・サルス・フィエリドの下部組織で育ち、17歳の時に、トップチーム昇格。2004年4月21日のアルセナル FC 戦で、デビュー。2006年前期リーグでは19試合12得点で、 ロドリゴ・パラシオと共に得点王に輝いた。2007年6月18日、カタールリーグのアルサットへ2年契約で移籍。FIFAU-20 ワールドカップで9番を背負った優勝メンバーが欧州やメキシコではなくカタール行きを決めたことにアルゼンチンでは会議的な声が相次いだ。わずか6試合に出場した後の2008年1月、プレミアリーグ バーミンガムシティ FC へレンタル移籍した。2008年1月29日のサンダーランド AFC 戦でデビュー。3月22日のレディング FC 戦で初ゴールを決めた。シーズン終了後にバーミンガムは2分に降格。レンタル期間終了に伴いさらても新天地を求めた。2008年7月5日、セリエ ASS ラツオへ完全移籍オプション付きのレンタル移籍を果たす。 8月31日のカリアリカルチョとの開幕戦でデビューし2得点を挙げる活躍を見せる。5月13日に行われたコッパイタリア決勝では UC サンプドリ相手にゴールを奪いチームの優勝に貢献した。シーズン終了後移籍金2000万ユーロでラツオに完全移籍した。2011年8月31日、買取オプション付きのレンタル移籍で インテルナツヨナーレミラノに入団した。ここではリーグ戦22試合出場でわずか2ゴールと結果を残せなかった。インテルが買取オプションを行使しなかったためシーズン終了後ラツヨへ復帰した。ラツヨ復帰後は出場機会はほとんどなく2013年1月にウクライナプレミアリーグの FC リナムキエフへの移籍が確実されたが破綻となり、 自身のツイッターでクラウディオ・ロティート会長を批判した。2014年5月28日、ウエストハム・ユナイテッド FC に移籍し、6年ぶりにプレミアリーグに復帰した。2015年1月6日、クイーンズ・パーク・レンジャーズ FC へレンタル移籍した。2016年1月21日、アッコフ・フィオレンティーナに移籍した。2017年1月25日、 ワトホード FC と2年半の契約を結び、プレミアリーグに復帰した。加入後はスタメンに名を連ね続けたが、2月25日に行われたウエストハム戦において、前半終了間際に膝を負傷。痛みによって意識を失い酸素マスクを装着し搬送された。その後自身のインスタグラムで、全十字人体断裂の診断を受けたことを明かした。翌シーズンには、 復帰を果たすも、マルコ・シルバ新監督のもとでは、出場機会を得られず、10月2日にアラビアン・アルフ、リーグのアルナスルへのシーズンローンが決定した。翌年1月に、ワトホードが呼び戻せるオプションが付帯している。2018年7月6日、ボカジュニアーズに移籍した。代表としては、U-20 アルゼンチン代表として2007。 フィファ U-20 ワールドカップに出場し優勝した経験があるが A 代表からの招集はない。母がカラブリア州カタンザーロ県出身でイタリア国籍も有しているためイタリア代表入りを望む声もあったが本人はアルゼンチン代表入りを目指していた。しかしアルゼンチン代表にはリオネルメッシやセルフィオ・アグエロ等の優秀な FW がいたため一度も招集されず 2014年10月に祖父の祖国であるチリ代表でプレーすることを決意した。ブエノスアイレスの裕福なサッカー一家で育つ。祖父のフベナルはチリ代表としてプレー。父のセルジオは CA インデペンディエンテやアンコーナカルチョでプレーした元プロサッカー選手。また、サラテ自身を含め5人いる兄弟のうち4人がサッカー選手である。9歳上の兄、ロランド・サラテは現在、 CA ウーラカンに所属。17歳上の兄、セルフィオサラテも CA、ベレスサルスフィールドなどでプレーし2003年に引退。現在はサラテの代理人を務めている。メトロセクシャルであることをカミングアウトしている。フェイス用のクリームやボディークリームをいくつも使っており、コロンも TPO に応じて使い分けている。また、全身の無駄化処理にも余念がないという。 ありがとうございます。